サービスの皆様、ステージの方にお願いします。さあこちらもコメントをいただいております。はい、よろしくお願いします。組んで負ける相手に感謝したいです。温かい目で見ていてくださいそうです。さあこれですね、吉場選手ですね。はい、ね、さあ吉場選手、今回どんなネタを用意しているのでしょうか。用意がたくさん出てきましたね。そうですね、はい、もう見る限りだとファイブレーとオフストと、ね、やらせてください。けん玉も出てきてますね。はい、何やりたくないけどってボソッと言ってましたけど、どうでしょうか。さあそしてけん玉をですね、チーム第4ですね。さあ、はい、この感じなんでしょうか。さらっと難しいことやってますね。すごいですね。準備の方を整え次第進めていきたいと思います。ジャッジ、やはり最低に時間がかかっているようです。はい、村木審査員が頭を抱えております。少々お待ちください。でもやはり得点をつけるというのはなかなかに難しいものがありますね。まあ、なんて言うんでしょうかね。まあでもあれも一つのチームプレーだと僕は思うんですけど、す,、ね、はい、すごく困ってますね。はい、そう、一人でできればチームですよ。確か一人でできないとこありましたからね。まあ、確かにあの量は本当に高いんで、はい、はい、まあ、ぜひあの興味ある方はリワインドというと、ね、いうことでしたね。とてもでもやはり観客にそう訴えかける強いそうですね。まあ、ちなみに考えないですけど、僕去年に続いてあのステージであの客席に向かって喋ったら2人目ですね。まあ、しかもどちらも割とあのガチなあの、はい、トッププレーの方です。はい、さあ審査員の準備整え次第進めていきたいと思いますけれども、どうでしょうか。ごめん、尺つなぎの限界だからそろそろいいかな。ジャッジ、OK。 ミュージック、 OK。 プレイヤー、プレイヤー、 OK。 それでは参りましょう。チーム部門ファーミング様です。
ありがとうございました。これぞチームプレーって感じでしたね。そうですね、とてもチームの息がぴったりで、はい、いいですね、いい筋トレでしたね、はい。